着おめでとうございますわありがとうございます今日の作戦いかがだったかしらいやもう一応作戦通りという形になりました武田選手の先行を考えてということだったのかしらそうですねはい先行すると思ったんででバックから踏み出した時いかがだったかしらそうですねやっぱりうまく乗る感じがあたすね、うん、スピードがはい。かなりスピードあるまくり、えー、そして第1,2,3も決まりましたわ ああ、良かったです。はい、今日のバンクコンディションはいかがだったかしら？そうですね。風はちょっとあるような感じがあって、まあ、変な感じだったです。でもその中でも一着だわ。そうですね。嬉しいです。はい、今回祭目標はどこかしら？いや、もうもちろん決勝優勝で皆様お聞きになりました。優勝という言葉をいただきました。拍手をお願いいたしますわ。わさあ、そして、今回祭は？ この後走ります第9レース、師匠の萩原美沙夫選手が初めて開催一緒ということで、この競輪界のお父様である師匠の萩原選手に、一言お願いいたしますわ、えーまあ、師匠がいるっていうことで、本当に今、プレッシャーとか、ちょっと感じながら走ってますけども、あのー、そのプレッシャーがちょっと自分の力になってると。 思います、えー、今回やっぱり師匠がいるんで、えー、その力をもらって優勝したいと思いますにあいつもありがとうございますおめでとうございましたわ師匠にねいつもありがとうという言葉もかけていただいての、えー、神田選手でしたわ神田選手大きな拍手をお願いいたしますわ。